おはようございます。睡眠スコア90点、睡眠時間は4時間33分でした。何ですかいきなり。この枕、実は眠るだけで睡眠状態が測れる枕なんです。こちらの枕、睡眠スコアや睡眠時間を計測してスマホに結果を出してくれるといいます。どういうことでしょうか。この枕には実は圧力を測るセンサーが内蔵されています。これセンサーなんですか。はい、実はこの圧力センサー、わずかな圧力でも測定することができるんです。例えば呼吸数や心拍数、寝返りなどが計測できます。そうしたことをもとに睡眠スコアが表示されていたんですね。また算出された睡眠スコアに対して改善案が表示され、質のいい睡眠のヒントをくれるんです。開発したのは寝具メーカー。計測機能だけではなく枕へのこだわりも。寝心地を良くするために中のシートや中綿を取って高さを調節することもできます。最先端の機能と寝心地にこだわったこの商品、10年前から開発を手掛けていたそうです。価格は27,500円、来年2月に発売予定です。今後ここで取った睡眠データと、あとは身体情報のデータですね、身長とか体重とかを取らせていただくことによって、枕だけじゃなくてマットレスや他の寝具っていうのを、個人別に最適な寝具というのを提供しようというふうに考えています。おお、そうなるとまずはこの枕を買ってもらって、その後このマットレスが合いますよっていうのは、そうですね、次につながりますね。はい、そうです。まさにそういう形ですね。そういうのが本当に夢だったので、はい、この圧力センサーが内蔵された枕というのは日本で初めてのものだということなんです。そうなんですか。はい、この圧力センサーというのが肝でして、これを採用することで呼吸数ですとか心拍数といった従来の睡眠状態が分かるアプリもありますよね。それよりも正確な情報が取れたり、もっと細かい情報が取れたりするということでした。確かにこう身につけて睡眠を測るものが気になる方、枕なら、大丈夫という方もいるかもしれませんね。無呼吸症候群などにも気づけるということでした。それは重要ですね。はい、トレンド卵でした。